7枚のカードを使います。月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日、ね、日曜日休んでもまたすぐ休みたくなりますよね。休みたい曜日というのを一つまず心に決めておいてください。決めました、よろしいですか。はい、じゃあこの曜日のカードをこちらの空の紙袋に改めてもらって結構です。この中に曜日のカードを入れます。今から何するかというと、休みたいという曜日決められましたよね。それ以外のカードはそのまま月曜日から順に出していきます。月曜から日曜まで順に出していくんですが、休みたいと言われた曜日だけはひっくり返して裏向きにして出すようにします。よろしいですか。ではおっしゃってください。何曜日を休みたいと思われました。水曜日、分かりました。じゃあ出していきます。まず月曜、そして火曜で、水曜だけひっくり返して裏向きに出します。そして残りは木、金、土、日の順です。さて、休みたいと思われた水曜日だけ今ひっくり返してここに出してきました。これからです。今なぜ紙袋に入れたかというと、願いを叶える紙の袋なんです。願いが届けば、この水曜日がもしかすると日曜日に変わるかもしれません。